キャサリン・ドレクセルはアメリカ合衆国のカトリック教会の修道女、聖人。キャサリンはペンシルベニア州フィラデルフィアのオーストリア系移民の裕福な家庭に生まれ、敬虔なカトリック信者として育った。彼女の両親は事前活動を行い、自宅を貧しい人に解放し、彼らを手厚くもてなした。それが彼女に大きな影響を与えることになる。当時、 フィラデルフィアでは略奪行為が行われ貧困層の住民が苦しんでいた。1861年から1865年にかけてアメリカ国内で繰り広げられた南北戦争は彼女に大きな苦しみをもたらした。ある日、キャサリンは父に旅行に連れられアメリカ大陸を横断した。その旅行で彼女の目に差別や貧困、 略奪に苦しみ権利を奪われていたネイティブアメリカンや元奴隷であったアフリカ系住民の姿が映った。彼女はその現実を目の当たりにして彼らのためになろうと決心にした。旅行後、父が死去し義母の介護を通じて彼女の心は徐々に開いてきた。キャサリンは父から相続した財産をネイティブアメリカンらを助けるために使い、宣教者として 誓願を立てた。そして、生体修道所会を創設し、ネイティブアメリカンらの生活改善や教育に力を注いだ。また、数族の州長らと友情を深め救援活動を行い、1942年までに彼らのために、教会、学校を設立し、ネットワークを広げ、黒人の教師を雇用し彼らに給料を払った。また、アメリカでは、初となる。 アフリカ系住民のためのザイビアー大学をニューオーリンズで設立し多くの黒人大学生を排出しように送り出した。しかし、ドレクセルと同じ多くの白人はここよく思わず、特に南部では白人市場主義の団体、クー・クラックス・クランからの脅迫にもあった。ドレクセルは彼らの妨害に屈せず、自分の信念を貫き通した。1955年、 ドレクセルは96歳で死去し、アメリカ合衆国内に、学校63校、修道所が500人以上が在籍し、教鞭をとっていた。ドレクセルは2000年、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世によって劣勢された。ありがとうございます。